はい、皆さんこんにちは、グロアップゴルフ関亮之介です。今日は、関西からもう400ヤードぐらい飛ばす僕の友達が来てるので、ちょっとスイングを見ていただきたいなっていうのと、飛距離の飛ばし方のコツみたいなのを、教えてくれるということなので、早速聞いてみたいと思います。はい、こちらがですね、関西のスター山浦大輝くんでございます。はじめまして、山浦大輝です。もう本当飛距離モンスターです、この子流星が、トラックマンでだいたいキャリー300から320ぐらい飛ばすんですけど、この子はですね、それをもうはるかにしのぐキャリー300、340飛びます。飛距離だけは自信がある。で、今年ね、さらに伸びたんだよね。なんか350ヤードぐらいのところはほとんど乗るんだよね、今。そうなんですよ。今年ちょっと飛びすぎて困っちゃってます。今日今からそれ見せてもらおうと思ってるんですけど、これ奥になんかプロの練習の人たちが来てて、あそこまでだいたい350ぐらいなんですけど、実測が。まあ練習ボールだから行かないとは思うけど、ちょっと行きそうだよね。どうなんだろう。これ行くよね。行っちゃうかもしれない。これ練習ボールであっち行った人見たことないけど、どうなんだろう。ちょっとそこはちょっといろいろ、あの人たちをうまく避けながら打ってよ。オーケー。ちょっとじゃあ軽めにね。軽めに。わあ、すごい。いいね、仕上がってる。まあやっぱり飛距離飛ばすときはやっぱりハイドローで打ったりするの。やっぱハイドローがいっちゃまっちゃ、そのハイドローってさ、まあなんかどの辺でどういう感じで打ってるとかある？そのハイドローはやっぱり胸が先に開いちゃったから、はいはい、こっちに左に向いちゃうと、はい、絶対パワーってロスするから、はあはあ、しっかり胸を右に向けたまま下半身を引っ張って。ああ、体も強そう。トレーニング、あとはトレーニング。あともう一個は、はい、トップでトップ上がるまで頭が下がらないこと。はあ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 。絶対に下がっちゃったら、はいはい、伸び上がるから、はい、力を出すとして、なんかこう沈んだ方がさ、足の反発で飛ばしてそうみたいな。それは、うん、トップまで下がらずにそこから下がるっていう。あー、なるほどね。だから切り返しとインパクトの間まで下がるのも OK なんだ。そうそうそう。あー、なるほど、わかりやすい。そこが下がらなかったらもうパワーを最大限に生み出せる。はあ、じゃあもう一回見せてもらってもいいですか。いきます。これ大丈夫？出てったんじゃない？ネットこういう時もある。こういう時もある。やっぱ飛ぶ代償がね、飛ぶがゆえに曲がった時もすごいよと。よし、もう一回。はい、今のは下がっちゃった。今のはちょっと下がっちゃったね。下がって開いちゃった。といいスイング。まあ多分ね、ここまでそのパワーが伝えられるようなスイングはアマチュアの人は多分できないと思うんですよ。やっぱり体の強さがちょっとこう別次元なんですよ、この子。だ、日本人とは思えないような体の強さなんで。トレーニングをめちゃくちゃやってるんでね。トレーニングすごいよね。トレーニング大好き。ない、言った上半身とか下半身、まあ体幹とかあるけどさ、はいはい、どこをこう一番意識してるの？まあ飛距離を飛ばすために、その飛距離を伸ばそうと思った時にはやっぱどういうトレーニングをした方がいいとかあるの？やっぱりお尻と、へえ、ここ
あ、裏もも？そうそうそう。ここで引っ張ってこないとダメだ、ダメだから。うん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 。だからやっぱそこが強くないと。はいはいはい。ちょっとあの奥危ないね。ちょっと危ないね。ねえ。じゃあやっぱトレーニングは、お尻と裏もも。お尻鍛えるのが多分一番。ああそうなんや。でもアマチュアの方って、うん、多分トレーニングすることってめったにないと思うんで。そうね。まあだから、結局なんだっけ、あのハイドローって結局どうやって打つんだっけ。ハイドローは、うん、胸が開かず、うん、で下半身が絶対リードしないとダメだから、うんうんうん、下半身と上半身のねじれが大事だから胸が絶対開かないっていうこと。あ、そうね。そのあの胸をキープしてもインパクトするっていうのは飛距離をこうロスしないだけじゃなくて、そうそうそう、球筋も変わるんだ。それで球筋も変わる。じゃあもういいことしかないね。いいことしかない。はあ。あとはもう頭がバックスイングで下がらない。なるほど。下がっちゃったら伸び上がるんで。はいはい。ゴルフは絶対逆の動きするんですよ。うんうんうん。だから下がったら伸びる。伸びたら下がる。ああ、なるほどね。飛ぶには伸びて下がるのが一番。へえ。飛ぶコツかな。いや、ほんと分かりやすいしね、すまずね、何より説得力があるんですよ。もうあの、ツアープロの中じゃほんと知らない人はいないぐらいの、ほんと、多分一番飛ぶんじゃない？その、ツアープロ、そのドラゴン選手とかも多分別の話だけど。そうだね。ね、多分その、ゴルフを仕事としてる、このスコア、なんていうの、すごいツアープロの中では多分一番、本当に飛ぶんじゃないかなって思います。1回だけドライビングディスタンスも1位になったことあるんで。ツアーで。ツアーで。アマチュアの時だけ。アマチュアの時で1位だもんね。もうプロになったらもう絶対1位じゃん。まだまだ全然出てきてないけど。いやいや、もう、あの、本当知る人ぞ、知る人はもちろん知ってるんですけど、はい、まあ、あの、まだ、あの、僕らはシードとかはまだ取れてないので、はい、まあ、一緒に、まあ、こうやっていいライバルを、ね、あの、僕は持ってるので、これからっすね、お互い。そうだね、お互いちょっと切磋琢磨して、はい、今年は一発かましてやりましょう。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。また。じゃあね。男前やなぁ。ちょっと最後、ズームで乗っけとこう。あ、そういうのいいから。そういうのいい。いらんかい。じゃあ。サービスしたのに。サービスちょっとしちゃったのに。ちょっとぐだったからちょっと閉めて。ぐだったからちょっと閉めて。